ちょっとまあこの前の武田君の週刊の話、またもうちょっと僕は引っ張りたいんですけど、気になることがあるんですよ。謎っていうんですかね。なんか気になる謎ですかね。が僕の中ではあって、その話なんですけどね。それは一体何なのかというと、まあ、武田君がこの前のその週刊でね、まあ、千と千尋の神隠しを見に行ったって話題になって、まあそれはモネに、ね、まずは連絡したんですよと。で、モネが、に言ったけど、チケットが1枚しかなくて、すいません。ってなったんで、そっかそっかと。それで東方の方に連絡して、別ルートでね、行って、そこでチケット確保できて、古市とかで行ったんだって話を、まあ、たけるくんはしたと。そこでね、たけるくんとモネちゃんはちゃんと連絡今も取ってるんだっていうことが、そこで判明したわけじゃないですか。そこで一つ僕は、疑問があるわけですよね。一つの謎があるわけですよ。そこに疑問点があるんですよ。一体何なのかというと、それから確か1ヶ月か2ヶ月ぐらい前のシュガーですかね。タケル君にやっぱ質問があったので、こいつの話になったんですよね。誰と仲いいんですかみたいな感じの。誰かと連絡取ったりしてるんですかみたいな類の話を、質問をされたんですよね。ただ、こいつのメンバーとは誰も連絡取ってないってタケル君はその時言ったんですよ。なんなら、一人も取ってないな、みたいな。誰とも、こいつ以降は会ってないわ、みたいな感じの連絡すら取ってない。みたいな感じのことを、その時は言ったんですよね。まあ、本当に2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月前だと思うんですよ。まあ、多くのファンはね、僕も動画上げましたけど、あ、タケル君とモネちゃん連絡取ってないんだ、っていうところで、そこは、ちょっとそこで一回こう、落ち着いたんですよね。ああ、そっか、じゃあ、撮ってないのか、あれ以降、1年以上、まあ、2年ぐらい撮ってないのかと。で、追い打ちをかけるかのように、モネちゃんは、佐藤しおりちゃんとの対談インタビューで、もし結婚するんであったら、一つだけ条件があるって、背の高い人っていうことも言ったんですよね。それは自分のお父さんが大きいので、子供のことを考えると、私がちっちゃいから、大きい人がいいっていう話になり、まあそれを見て僕もね、まあ他のネットニュースもありましたけど、僕もね、まあ動画上げましたけど、タケル君と距離を置いてるの？一致してないじゃんっていうね、タケル君はまあ大きい方ではないので、あえてタケル君の特徴を覗いてるから、ここはなんかお互いに距離を取った感じの言い方を立て続けにされたので、タケル君とモネちゃんの距離があるのかなっていうふうに思ってたわけですよ。それが今回連絡取ったって話を聞いた時にね、僕はそこが謎なんですよ。まあだから、まあ一つはタケル君がね、こいつずのメンバーとは誰も連絡取ってないってあの時最初の2ヶ月ぐらい前、じゃあそれが嘘だったのかっていうのが一つ目の疑問ね。もしくは今回モネに、じゃあ、まあモネに連絡しましたっていうことは、ずーっと連絡取ってなかったけど、今回の件があったから久しぶりに、あ、久しぶりって言ってモネちゃんに、まあ連絡したのか。この2点どっちかだと思うんですよ。これがものすごく謎なんですよね。少なくとも2年、2ヶ月前の時点では、タケル君は、こいつずのメンバー、イコールモネちゃんじゃないですか。誰も連絡取ってないってことでモネちゃんと一切連絡取ってなかった。それが本当は嘘だったのか、どうなのか。もしそれが本当であれば、じゃあ今回のモネちゃんに連絡したのは、もう2年ぶりぐらいで、じゃあ連絡したってことになると思うんですよね。本当であればそういうことじゃないですか。でも、あえて嘘で実はちょいちょい連絡を取ってるんであれば、まあその話の流れで、ねえねえモネ、チケットあるっていうふうに、の流れの中で聞けたのか。どっちかですよ。そのどっちかって結構僕らの中では大きいかなと思ってるんですよね。2年間全く連絡してないくて、今回きっかけに連絡をあえてモネちゃんに入れたのか。久しぶりにじゃあモネに聞いてみようかなと LINE 入れたのか。それとも、ちょいちょい連絡取ってたけど、シュガーでは、あの時は、いや誰とも取ってないよって嘘ついたのか。もしそれが嘘であれば、なんであえてタケル君はそこで嘘をつく理由があったのか。ってことですよね。そこは謎なんですよね。で、じゃあ結果、じゃあそれは一体どうなのかっていうことなんですが、結果としては、まあ、モネちゃんとは連絡取ったと、今回ので。
で、まあ多分ですよ、たけるくんの性格上を見て素晴らしいってあんだけ言ってたから、モネちゃんに見てすごかったよって感想も伝えたと思うんですよ。そうすると、あるチケットあるって一回連絡して、感想するいう時にもまた連絡してる。だから2回は連絡してると思うんですよ。一点はずっと連絡してる中でまた今回も連絡して、よかったよって連絡もしてる。そういう交流がずっとずっと続いている。で、前からあって今後も続いていくっていうパターン。もう一つのパターンは、もう2年間全く連絡なかったと。でもこれをきっかけに、千と千尋をきっかけに久しぶりにモネちゃんと連絡を取った。じゃあ、まあ定期的にお互いどう、状況どうって言いながら今後、また定期的に連絡を取っていくのがこれきっかけ。それとも、今回の千と千尋だけで連絡、用事があったから連絡したということがあって、それ以降またぴったりと、また音沙汰がないのか。この3つが気になるんですよ。この 3パターン。どうなるのかなと。その3パターンが、その3パターンの中で、タケル君とモネちゃん一体タケモネはね、一体どうなるのか。っていうところは、本人しかわかんないよねっていう。それだけの話です。ではでは。